どうも皆さんこんにちは。カウンターウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日は、3つお知らせをさせていただこうと思います。まずね、最初にね、3つもう言っちゃいます。まず第1、ガズのわがままウクレレ、いつもね、これ YouTube で使ってるガズのわがままウクレレ、はい。これの事前予約注文が、つまり明日の正午、つまり2021年2月17日の正午に事前予約注文再開されます。はい。まずこれが1個目のお知らせ。はい、じゃあ、続きましてもう1個のお知らせは、これです。はい。と思ったんです。同じように見えるかもしれないですけど、これはね、ガズの初めてウクレレというウクレレ、こっちはリーズナブルで、ウクレレを始めてほしい最初の1本にも最適だし、誰かにプレゼント、これでウクレレ始めてみないという感じで、その初めてということで、これリーズナブルで弾きやすくて軽いウクレレ、これもですね、明日2021年の2月17日にこっちはね販売です。皆さんこれご注文いただいたら即座に発送です。これが明日の正午から、発売になりますというお知らせと、お待たせしました皆さん、じゃーん、こちらでございます。弦が発売されました。はい、これはですね、ガズレレでプロデュースしている、弦なんですけど、これねガズのわがままウクレレにもともと貼ってある、これはね、ベトナムでこのウクレレを生み出しているモジャ君がもうこだわってこだわってこう選び抜いているこの弦でございまして、それをですね、明日の正午に同じタイミングで販売いたします。これはですね、ちょっと見ていただきたいのに、これがご注目、これ見える、要はね2回分入ってるんですよ、弦が。わかりますかね、要は1弦はもうこんな長いってことですよ。2つに、真ん中で切ってもらって、2回使いますよということで、相当これリーズナブルになってるのと、ガズのわがままウクレレをお使いの方はね、もう本当、わかっていただけると思うんですけど、すごく柔らかくて、音がいいということで、もうね、前からものすごくこう、問い合わせをいただいてまして、ガズレレのわがままウクレレに貼ってある弦を買いたいんですけど、ということで、やっとこの度ですね、商品化にできることになりましたので、ご確認の方よろしくお願いします。確認です。はい。明日2021年2月17日の正午に、ガズのわがままウクレレの予約受付開始と、ガズの初めてウクレレの販売再開と、初めてウクレレじゃない、ガズの柔らかいウクレレ弦、これが販売スタートということになります。この3つの情報をまとめて、ここにリンク貼っておきますね。ここのページに行ってもらったら、バッチリ分かるようになってます。もちろんガズレレ公式ホームページのトップページにもご案内しますけれども、ここのページの方が集約されていると思います。で、一応いつものことなんですけど、ガズのわがままウクレレっていうのはすごくいろいろ選べることが多いんですよね。このガズのわがままウクレレ、いつも、ガズレレ YouTube で使ってる、ガズがメインで使ってるウクレレなんですけど、まず選べるのは、これピックアップが、ピックアップっていうのはまあ、マイクですね。はい。こっちがピックアップなし、ほら、こっちがあり、ここにこうね、ジャックを差し込むということで、とか、あとはウクレレの大きさとか、あとフレットの数っていうのがね、これガズレレならではだと思うんですけど、はい、ガズさんの大好きな7フレットモデルとかもあるんですよ。こういうのを選べたりとか、なかなかこれ面白いことになってますんで、でもよくわかんないのは私わかんないという方もいらっしゃるんで、このね、ガズのわがままウクレレの選び方とか、こういうのは違いますということを解説している動画、ここに貼っときます。これね、概要欄にも貼っとくんで、ちょっとお時間ある方、ぜひこれ見てくださいね。すごく面白いんで。で、あともう一個、同時なんですけど、セミオーダーウクレレ。まあ、こんな感じでも皆さん、めちゃくちゃいいウクレレですよ。これ、ほんとこれおすすめ。このセミオーダーももちろん同時のタイミングで予約受付中。この色もね、カラーバリエーションがいっぱいあって、もうこんな感じで、いろんな色も選べるよということで、これご案内させていただいておりますので、セミオーダーの方も、さっきのね、ページに載ってますんで、ぜひセミオーダー、素晴らしい楽器が出来上がりますんで、こちらのもチェックよろしくお願いします。そして、ガズのわがままウクレレと、今のセミオーダーは、左利き用、要はレフティーモデルというモデルも、全モデルで、対応できるようになっておりますので、はい。で、一応確認ですけど、このガズの初めてウクレレの方は、こっちの通常のラインナップだけで、今ソプラノのみという段階なんですけど、これもね、ほんとおすすめですよ。まずこれリーズナブルで、ま、軽くてですね、音もすごく大きいですよ。なので、これほんと最初の一本にもこれ、バッチリだと思いますんで、はい。そんなわけで今日は3つのお知らせ、させていただきます。そしてですね、一応ちょっとね、ご連絡をさせていただこうと思うんですけど、ガズのそのわがままウクレレとこの初めてウクレレに関して、ですね、今現段階の、状況はですね、毎月、15日以降というか、まあ、20日近辺
から月末までのその短期間だけの販売ということになってます。要は月末になって次の翌月になったら一回販売をちょっとね、販売と受付、予約受付をちょっと中止させていただいて、で、月の後半に毎月毎月、こんな風に私がね、今この動画みたいにまた販売されますみたいな風にご案内していくという流れになっております。今現状はですね、そこのところをね、ご確認いただいて、つまりですね、月の最初の方、1日とか2日とか、ね、7日とか、そのぐらいだとちょっと売り切れてるよという状況になっている場合がございますけれども、その月のちょっと後半まで待っていただけると、ご購入できる、ご予約いただけるという状況になりますので、なんとなく今の段階では、そんなことを頭に置いていただくといいかなと。そして毎月ね、また販売のタイミングではこんな感じでまた皆さん、販売開始するよみたいな感じでお知らせをしますので、その時もまた、チェックしていただければというふうに思います。はい。そんな感じで今日はお知らせ動画だったんですけれども、いやいやもうちょっとね、2月は2月なんですけど、なんかちょっと春っぽい感じもちょっと感じられるようになりつつあり、これからまたウクレレ、またさらに楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。2021年の2月17日の正午、ガズのわがままウクレレ、ガズの初めてウクレレ、ガズのウクレレ弦、ぜひともよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。